田祐介法に勝つ者またとんずらすることなんかへいちゃらなんですがね囚人というものは得てして自分をより大きく見せたがるものであるだが この猪又祐太郎にはそうした癖がなかったので、私はふと不思議に思った。おお、と、私は笑いながら聞いてやる。だが本気にはしなかった。本気になってみたって馬鹿らしい限りなのだ。彼らは自分の犯行をまるで手柄話のようにし、誇示したいのである。ここは日本に一つしかない重刑務所で、 三年や五年の安い刑のやつは一人もいない安くて八年収容人員千八百人のうち三百何十人かは一生日の目を見ることなしの無期刑の囚人なのである重期刑ばかりだからその囲いも設備も厳重でこの刑務所が建ってから七十幾年一人の脱獄者も出していない私は稲俣の体現相互にまたか と嫌な思いをしたそんな話なら聞きたくないぜ私は笑いながら猪俣の顔を見た無機襲で年はまだ四十前ここの刑務所2,000近くの収容者の中で大学を出ている7人のうちの1人だった相当の常識もあり社会でも航空機の制作技師という肩書きを持っていた 細表の青白い背も高く眉の濃いまだ若さを思わせるしなやかな体の男だった私は月に12回ここの刑務所にやってきて彼らと話し合う戦後新しくできた特殊面接委員の一人で彼らの心のよりどころそうした者の,の相談相手なのである彼らはシャバの誰かに会ってみたくてしょうがない 灰色の壁と草色のユニフォームの囚人同士野暮ったい制服の監守本館の女事務員だって派手な色彩のものをつけることは禁じられている親兄弟も初めのうちは面接にも来るがそれが5年になり7年になってはいつ出てくるとあてもないわびしさに下国の時は「あなたのお帰りをどんなんにしたって待っていますわ」と泣いた新婚の妻も いつとはなし人間の姿をはっきり見極めこそこそと極夜の夫から去ってしまう刑務所の近くに住んでいるならまだしも北海道九州と離れては三度が2度になりそれが1度になりやがて文通も途絶えてしまうのが定石であった面接委員の私なんかはそれを訴えられて手紙で紹介したり会いに行ってやっても ほとんどもうその獄中の夫には用のなくなっている人たちが多いこの子の親が人殺しの無期敬衆だなんて言えないんです内縁関係が多いその何人かは別に夫を持っているしまた何人かは行方さえ不明になっている親兄弟さえもそれらの人間の帰ってくるのを喜んではいない 出てて。くるんですってどうぞお役所の方で食と住まいを見つけてやってくださいそして間違ってもこっちの方へは足を向けないように私は親から泣かれたことがあるあいつのために一家は故郷にもいられずこうしてこっそり他国で暮らしているんでやっと尋ね当てた先で 私は剣もほろろの挨拶で追い返されたこともあった囚人は社会の人間に会いたがる会うには保安教育などの課長の許可を受けその上所長の認可がいる10人が10人私に会いたいと言っても許可になりはしない理由を書いた申請書を出し所長がその内容を一応聞き どうしても民間人の私たちに面接させた方が本人のためになると見極めのついたものだけにしか私たちとの面接は許されないのである署内で処理できることなら看守たちの間でそれを解決してやらなければならないことになっている面接のほかに私たちは書面でも指導しなければならないことになっているそれも中の行状によって階級がつけられ 発信度数も決められ書きたいから書くというわけにもいかないしその内容によっては発信を禁止される必要事項以外の発信はこれを禁ずるという規定があるただ会いたいでは会わせてもらえない猪俣雄太郎とは私はこの半年ばかりの間に3回面接していた多少文章をやっていて 書内で発行している雑誌に迷子を短編や短歌を載せているインテリであるだけ物腰は穏やかで書内では図書譜をやっていた私が教育科学室に入るとよく図書の件や請願のメモを持って入ってくる正式の面接は3回だったがそうしたことでいくたび顔を合わせていると言った方がいいかもしれなかった 時には若い看守の代わりにお茶を入れて持ってきたり最近の小説会の話を立ち話したりすることがある収容者と外部の者の会話は厳禁されているが私の場合は多めに見てもらっているそんな関係にあった猪俣雄太郎だったが正式に面接を申し入れていた理由は一身上のことについて とその許可申請の書類にあったそれがいきなりとんずらなんか平ちゃらだと言ったのだから私もちょっと意外だったのであるだがふと私は思い出していた猪俣雄太郎は殺人の向きの上に逃走の重過系のあったことである身分帳は見たに違いないのだが私は忘れていたそうそう 君は一回どこかで逃げたんでしたね。三回でさ。えー、三回も？私はびっくりして猪又の顔を見た。またなんで三回も？最後の刑をもらった殺しです。私はまじまじと彼の顔を見つめた。猪又は逃走中。 おじの猪俣伝一を殺害したことになっている。だから、脱獄は考えてやりさえすればできないことってないんですがね。嫌だよ、この人。ここから逃げるっての私は冗談らしく聞いた。いいえ。と彼は頭を振って。今は、 前と違って捜査網が完備しましたからね出たってすぐ捕まりますよとんずらすることはできるんですが捕まってまた刑が増えるのが馬鹿らしいですからね私は聞いていてなんだ特別許可を受けて三回逃走の自慢話をしたかったのかと私は思った彼の身分帳には 彼の逃走手段は明記されているいかにもそれは上手にトリックを使っているものの新しい手口ではなく巧みに金属品を使っての2度の点抜け1度はもぐら上等手段に過ぎなかったのだそんな逃走の抗議したって参考にはなやしませんよ小説書きの私であることを知って彼らはよく「先生 私の反省を書いいてくださいよ。素晴らしい小説ができますぜ。とか「私の手口は新しいんでさ小説の参考になりますよ」なんて得意げによく言うがそんなものは何の参考にもなりゃしないし手口だって警視庁の手口台帳の中のもの以外でないことは私は百も承知していた。 相川宗平先生が亡くなったそうですね。猪俣はふと話題を変えた。うん。立派な人が亡くなったね。その相川先生に関係があるんですよ。何が私のトンズラ経歴が。へえ。本当は。 相川先生に向きをいただいたようなもんですからねこれはまた変な話である相川宗平氏はキリスト教の牧師上がりで78年前自動車事故で足と背骨を折ってから教会を辞め読書三昧の生活を送っていた人だった古くからの司法保護士で東京の少年院の面接委員をしていて去年初めての大臣表彰に 日本全国から十二人選ばれた中の一人だったのだ。私は新聞で相川先生の死を知り、あの話をしたくなったんですよ。私は黙ってうなずいた。私は警察でも検察庁でも、あゆこ殺しは自白もし証拠も出しましたがね。伝一殺しは初手から知らんの一点張りでしたよ。 そうだったね。それが相川先生に見事やられたんです優しい方でしたが恐ろしい人でしたね長井雄太郎はシベリアから送還されて25年に日本に帰ってきた。 終戦後5年間雄太郎は抑留されていたことになるそれも彼は別に戦犯でもなかったのである軍関係の航空機の会社の技師をしていてロシア兵に捕らえられた彼の第1回の脱走がそれから始まったその脱走がなければ何のことなしに返されたのかもしれないのだがそれで重労働を食い 次にラーゲルから逃げまた捕まってとうとう終身刑を食わされたでも世の中が変わって彼はやっと日本に帰ってきた音信不通も手伝っていたであろうが終戦の年もらって東京に残したあゆ子が叔父伝一と情を通じているのを知って雄太郎は鮎子から一言の弁明も聞かずそれを射殺した しっかり世の中をふてくされて次に叔父伝一を狙ったがその目的を果たさないうちちょっと手伝ってやった忠きの連れ関係から足がついてあっさり御用を送ったなに日本の刑務所なんかラーゲルから見たら子供みたいなものさいつだって逃げてみせるよ豪語していた雄太郎だった京都で捕まって伝一を安心させたものの 物の一のヶ月も経たないうち、小菅から地裁に運ばれる護送バスの中から上手に逃走した。これは一ヶ月目に発見された。第一審で懲役7年を食い埼玉に送られたが、そこは一年半で逃走した。電一の身辺を狙うことが分かっていたので、網を張ってこの時は八ヶ月目で捕まっている。刑が加重され、 今度は北海道の網走で受刑することになったがここも2年ちょっとで逃走してしまったそれから用として行方が分からなくなってしまった30年4月仙台の松島で彼らしい歴史体が発見され指紋照合から彼らしくもあるということになり一度捜査を打ち切りそうになったがそんな自殺するなんてやつではありませんよ。 トリックでさ。彼に幾度も煮え湯を飲まされていた永井監視長がいきなりそれを否定しただって猪俣雄太郎と書いた手帳や何かを持っていたし指紋だってだってあの松島湾で上がった死体はひどく傷んでいて僕が網走から駆けつけた時は顔なんかも判別できなかった。 せかっこはなるほどやつに似ていたが指紋だってどの指も岩や砂にこすられて満足なものはどれ一つなかったんだなるほど似てはいたよそれだけさ永井監守長は看守時代から埼玉と北海道と2回も雄太郎と一緒になっている。 その長井官首長が頭を縦に振らなかったのである雄太郎は歴史体を自分の身代わりにはしたが殺しはしなかった松島の遊郭で自殺志願者の自分と都市格好のよく似た小高林蔵を知りこの世の思い出に小高を十分に遊ばせてやりその自殺を手伝いそれに自分の服を着せ自分の持ち物を持たせ 顔と指紋を損傷しただけであったのだ。新聞に「脱獄の名人殺人犯の猪俣雄太郎当局に追われて自殺昨夜松島湾で死体となって発見さる」と出ていたのを見て雄太郎は北斎園だが永井幹主長が松島まで来たと聞いてヒヤッとしたものだった。が別に、 それからの新聞にあの死体は猪俣ではなかったという記事は一行も出なかったのであるいやそれより二三の地方紙などは彼を完全に死んだものとして彼の悪逆犯罪歴を写真切りで出したりしたほどであったこれは雄太郎にしては思うつぼである狙われている党の伝一王子にしてもこれですっかり安心し警戒の手も緩めるであろうからである だがその雄太郎はすぐそれを騎下として利用するような愚者ではなかった待て待て待てあゆこ殺しでは7年だったが今度の伝一殺しは上手にやってむき下手にやると傘の台の飛ぶ心配がある彼はあくまで生きていたかった帰った当時は鮎子を殺しさえすれば自分はいつ死刑になってもいいと思っていたものの 戦後の平和な物資の豊かな狂楽の社会に生活してみてそれへの愛着がますます強くなっていた未決に入って死刑囚とも話し合いいかに死ぬことの恐ろしいかを彼はまじまじと見せつけられた29年の脱獄から雄太郎は安全に姿を消していた当局でも松島湾で自殺したのが俺だと思っている。 彼は確信を持っていた。上手に当局に当たりをつけてみたが猪俣雄太郎を追っている気配がちっとも見えなかった一番自分の性質から癖まで知っていて恐ろしい永井幹首長も一身上の都合を理由に刑務官を辞めて福島県で温泉宿の主人に収まっていたその体感理由も表面だけの話で本当は 担当として雄太郎に2回も逃げられているので身を引かされたものだとの噂もあったさてあのおっさん本当かな雄太郎もさすがに先を見通す頭の男こっそり東山温泉に潜り込んで長井の動静を探ったがもう前のカミソリの刃のような鋭さは片りもなく酒と麻雀に明け暮れの 心から温泉宿のいいい亭主になりきっていた宿は崔君の里で崔君のワニが死んだので姉の亭主の永井がこれ幸いに引っ張り出されたものだった中学校の PTA の副会長をしたり民生委員をしたり町長選挙の片棒を担いだり北部観光協会の理事をやったり時々はその打ち合わせに東京に出てきたり 猪俣雄太郎なんて男の名前さえもう忘れているようだったがさすがの雄太郎もこれが当局のトリックの一つだったとは夢にも気がつかなかったのであるすっかりほとぼりも冷めたものと信じて三年ぶりで雄太郎は東京に舞い戻っていたそして大胆にも叔父伝一の邸宅の横のアパートに 住まいを持ったのである準備完了ご職業はとアパートの管理人は聞いた宝石のブローカーです身なりもきちんとしていたし上品な身のこなしでもあったそれより何より前の大倉大臣 畠山氏の紹介状が物を言っただがそんなものは雄太郎くらいになると平チャラの細工だった刑務所にいた仲間に義室の天才がいたそれに一筆書かせたものである管理人の落合氏は畠山氏と同郷佐賀県人であり面識もあったし畠山氏の筆跡も知っていた それを雄太郎は利用したのであった去年の12月末畠山氏は脳出血で倒れた紹介状の日付はその2日前になっている京都のお宿でお目にかかりましたね父とお知り合いだったものですから畠山氏の京都行きのことは落合氏も知っていた雄太郎は中国人 龍武之と名を変えていた。身分証明書、入国許可書の偽造なんかはお手の物のだった。いや、そんなものは神戸、横浜でいくらも売買されていると言った方がいいかもしれない。顔の格好も前の仲間くらいが見たのでは判別がつかないくらい変えていた。戦前京都の大学を出たと言って、日本語はお手の物の。 信濃も大陸にいたのだから相当に喋れたただ指紋だけはどうすることもできないこいつは東京の警視庁にも法務省にも最後の刑務所網走の身分帳にもちゃんと登録済みであるだが別に犯罪の容疑者として新たに引っ張られない以上中京のバイヤーたちじゃないのだから指紋を取られることはバンバンない 劉武之は台湾人ということになっていた商売道具の宝石こいつは父母からの譲り物で鮎子の生前に取り上げておいたものであるそれにいくらかの模造品だがタ太郎の武之の一生遊んで食っていけるだけのものは十分あった今のタ太郎の父猪俣良平氏は 富豪の一人で宝石の収集家としても知られていた軍にも相当供出はしたものの登録されていない多くの宝石を伊豆の別荘に上手に隠していた両兵士は戦災で死にその莫大な資産は同族の副社長の伝一が上手に相続してしまっていた総領の雄太郎は死んだものと思われていたし事実引上げ業務の役所から ラーゲルで死亡したよしの通知もあったのであるタ太郎の名義になっていた資産は妻の鮎子が継いでいた母親は終戦の7年も前に亡くなっていたしタ太郎には一人の兄弟もなかった麹町の高台にあるレインボーアパートは東京でも高級のアパートの一つだったそのアパートの番地麹町六番町136 こう書いたとて何も不思議はないただ隣接の137番地が猪俣工業株式会社社長猪俣伝一の邸宅であるというところに問題があったのである雄太郎は網走を脱獄してからあらゆる伝一殺しの機会を狙っていた新聞に出る伝一の動静を最大漏らさず注意していた 麹町の電一の隣接の地にアパートができると聞いたとき、雄太郎はいち早くそこへ入られるような工作をした。前大臣畠山氏の紹介状を偽作したのもその一つである。ええ、もう釣りが好きでしてね。雄太郎は暇さえあると釣り道具を担いで川や海に出かけた。手先が器用なのであろう。 釣は釣竿を自分で作った釣竿に向く竹を買い入れて仕事の合間にはそれを作ったええー、龍さんには妙な道楽があるんですな管理人の落合さんはそう言って時々龍太郎の部屋に顔を出した落合さんも釣りは好きであっただが実を言うと ゆう太郎は一度も釣りに行ったことはないその釣り場の知識は釣りの雑誌とその地方の新聞紙から得たものである一通りの磯釣り鮎釣り船釣りの道具を備えて仕事もそこそこにアパートを出るのだが釣り場に行ったことは一度もなかった映画を見るか競馬場に行くかが雄太郎のその日の日課だったのである 猪俣雄太郎は機械技師である。手の器用なことは前にも書いた。釣竿を作るためだったのであろう。彼の部屋には万力も千番も卓上ドリルもあった。もが、リール釣りも好きなんです。時々遊びに来る落合氏に雄太郎は言っていた。そのリール金具も雄太郎は上手に作っていた。 アパートの住人にも釣りの好きな人がいるその人たちにもゆうたろうは助祭なく自分の作った竿を進呈した雄太郎はアパートの再訓連中にも人気があった電気器具は高級アパート住人にはアクセサリーでもあったテレビ電気洗濯機電気冷蔵庫そうしたものも雄太郎は鹿の3割引か4割引で買ってやった ええ、あなた製造を求めて買えるんです卸屋問屋小売屋のマージンを引くとそれで十分儲けてるんですそれに税金の対象にならないんですよ組合員に売るとか傷があるとか言ってええそれで十分なんです雄太郎の言い草だっただがその3割4割の差額は ゆうたろうは自分の懐から出していたのであるだがこれが最後の時に物を言ったのだからその投資はむしろ安かったかもしれないそればかりではない近所の子供たちにも裕太郎は人気があった裕太郎の趣味の一つに釣りのかに花火があった彼の部屋には町で売っているあらゆる花火があった花火というものは 概ね夏の軽物詩であるだが雄太郎は冬も秋も春も花火をもてあそんだ花火ばかりではないこれはひと頃の子供たちの流行でもあったがロケット遊びピストル遊びがあったそれを彼は子供たちと一緒にやったおもちゃのピストルもあの紙火薬で撃つ100連発であった 機関銃ななどの成功なものももあったパン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 子供たちを相手に紙火薬の機関銃を撃ちピストルを構えて西武ごっこをしている雄太郎だったのだったどこの部屋にもテレビはあるテレビではスリラー劇が盛んで子供たちはピストルが好きだおもちゃのピストルをたくさん買い込んで子供たちを喜ばせていた もちろん西武ごっこやスリラー遊びを子供にさせたがらない親たちも何人かはいただが日本人は敗戦後卑屈になって外国人を見ると一種の畏敬にいたものを持っていた雄太郎はそれを盲点にして上手に利用したこうした雰囲気の中で137番地のあの猪俣伝一艇の殺人事件が起きたのである それは初秋のことであった殺人完了朝から景気のいい花火がポンポン上がってアパートの空でそれが割れていた猪俣工業の30周年記念のガーデンパーティーでうすら寒かったが広い庭いっぱいに舞台模擬店が作られ 早朝かから人の動きが激しかった午後になっても日はささず寒くはあったが雨も降らず2時ごろにはサしもの広い庭園も人で渦まり舞台ではにぎやかな漫才や軽音楽やアクロバットなどが続きパーティーは最高潮に達したちょうど舞台を真正面に見て雄太郎は自分の部屋で感慨深げに考え込んでいた。 俺が犯罪者でなかったなら脱獄人でなかったならあの人々の渦の中の主人公は俺だったのだ彼は朝から幾度も双眼鏡でその模様を眺めていた実は彼は今日のこの日を待っていたのであるだが当の電一も当局も井俣雄太郎は死んだ者として何の警戒もしていない と見せてはいるがさすがの犯罪者ユ太タロウも気がつかないほどそれは巧妙に細工されていたのである網の目は徐々に絞られていたのであったユ太タロウの姿はあれっきり現れないだが初め作った捜査本部は縮小して人数もほんの34人になってはいたが解散したのではなかった姿を現さないだけ 3年間もその噂一つ聞けないほどひっそりしていただけ当局では油断していなかっただから怜一はほとんど旅行もしなかったし会社の重要な会議のほかほとんど一歩もその屋敷から出なかったと言っていい表面には自分の娘婿を立て身の回りにも警察官上がりの自動車の運転手秘書を置き家の中には番犬を何頭も飼い 邸内には会社の運動部の寮さえ建ててあったそれも雄太郎の襲撃に備えての策であったようである殿一の外に出ない理由は自分の身の危険ばかりではなく糖尿病から来る精神痛のためでもあった箱根の別荘に当時に行きたかったがそれも不用心のため中止していた殿一はそれほど用心していたのである 竜太郎の龍武行は外で殿一を襲撃することの不可能なことに早くから気がついていたがそれかといって庭内には一歩だって踏み込めない庭師大工畳屋も古くから出入りの者たちで殿一の住まいである庭の奥には人の目につかずにはいけないようになっていたそのために竜太郎は名と国籍を変えて三年待ったのである この今日のパーティーも彼は計算に入れていた料亭か会社でやられてはかなわないな雄太郎は思ってもみたが庭の一隅に先代宗平氏の経像が会社員から送られその除幕式があるかもしれないと知ってここでパーティーする公算の多いことに雄太郎は確信を持ったのであったさあそろそろ戦闘準備だぞ。 ゆうたろうは立ち上がった自分で作った精巧な銃に望遠レンズの照準器をつける木作りの銃貨を組み立てそれに銃をつけ大きなテーブルに固定した照準器の向こうには椅子に座り込んだ電一の頭がいっぱいになっている最近は事に神経痛がひどくなって左足はほとんど自由を失っている。 看護婦がそばにききっきりである殿一はそうして人々から祝いの言葉を受け、酒好きにちょっぴり唇をつけたりしていた。酒は医師から禁じられているのであろう。前は酒豪を持って鳴らしていた男だったが、雄太郎の照準器の中では、ほんの唇に浸すだけの酒で相当赤くなっていた。これは血圧の高い兆候でもある。 放っておいたってもう長い命じゃないんだが、俺は、奴の頭にこの鉛をぶち込んで、目の前でひっくり返るのを見ない以上は胸が収まらないんだ。変質教に近くなっている雄太郎は、憎らしげに呟いた。あの分厚い唇で、あゆこの体を舐め回したんだ。あの不しくれだった指が、 あの鮎子の体をいじくり回したんだ電一の体のどこかが照準器の中に映し出される度た度タ太郎は心の中で言っていた殺人準備は完了したのである彼は自分のこの計画に何の不安も持っていなかった計算に計算を重ね練りに練って考えた殺人計画書であったのだから その秒一つが計算から違っていてもその飛行機は墜落の原因になるそのことを十分知り尽くしている雄太郎だったソファーにどっかり腰を下ろして雄太郎は小準器を覗き続けた薄暗い部屋の中だが電灯はつけていなかったスチームが通っていて暖かかったが作り付けの英国風の壁暖炉には この炉はただ石で畳たたんだ飾りだけのものだったが雄太郎が入って煙突をつけ火を燃やせるようにしたものだった彼のコンバートは5階にあったそれも雄太郎の計画の1ページであった雄太郎は明るい空色のレインコートにズボンも同色のものをつけていたソフトも空色 いかにも中国人らしい好みの色合いであった。そして手には肘まですっぽり入る手袋。これらの小道具もその計画の一部なのである。照準記の中で、電一はゆっくり立ち上がっていた。右手にコップを持っている。どよめきが聞こえた。万歳を唱えている。一度。 二度そして三度目雄太郎は引き金を引いたパーンと鋭い音が耳を打った照準器の中で蓮一がコップを放り出し額から真っ赤な血を吹きのけぞるのが見えた一瞬それに入れ替わって美しい看護婦のあっけに取られた顔があったいくつもの人間の顔 せが、照準器の中を激しくうお左往おした。銃の音は誰もが聞いたかもしれないが、万歳の声の中だったし、朝からいくつもの花火で無神経になっていた。照準器の中のその騒ぎで、雄太郎は、電一の完全に死んだのを見て取った。ざまあ見やがれ彼は、 唾と一緒に吐き出すように言ったが一瞬もためらってはいられなかった現場をこのままにしておいては百の物的証拠を「どうぞこれが伝一殺しのでさ」と雄弁にしゃべりまくっているようなものだからであるそれを始末しなければならない雄太郎はふらっとお飛び出した廊下には誰もいなかった彼は足音を立てて 隣近所のドアに一二度体をぶっつけ慌て腐って階段を駆け下りた自動エレベーターの針は今2階から3階と進んだ時であった4階に達すると廊下に誰かが立っていたその顔を見覚える暇はない3階には56人の子供がベーゴマを回していた2階にも1階にも何人かの人がいた 日曜でちょうど人々の出入りの激しい時だった雄太郎は上手に白いマフラーで顔を隠していた彼の走るたびにその新しいレインコートはカサカサと髪のような音を立てたアパートを飛び出すとすぐ横手にかかり裏口から裏階段を通って5階に戻ったちょっと鍵の手に曲がり廊下から見えないようになっていた 5階には誰もいないな彼の部屋はこの階段からほんのひとっ飛びのところにあったフラットに飛び込み帽子もレインコートもズボンも脱ぎ捨てガウンを引っ掛けると悠々と廊下に出て自動リフトのボタンを押した針をじっと見つめる目の前に止まった扉を開けて中に入った スイッチの電線を切った下で誰かが1階のボタンを押している雄太郎は刑事を出た中でブザーが鳴っているがリフトは降りていかない「故障」で5階に釘付けになったのである組み立て重火はバラバラにし照準器のレンズは外してカメラのケースの中にしまい込んだ 心中の薬莢はトイレットペーパーに幾重にも包み込んで水洗便所から流してしまったタップをひねり湯を出してパスを使う悠々と上がってベッドに転がっているとドアにノックの音がした来たなさすがにドキンと胸が痛む俺の素性はわかるだろうだが何の物的証拠一つもありゃしない 日本の今の憲法では状況証拠がいくつあったって動機があったってそんなものはへの河童でしかない読んでいた本を伏せゆっくり雄太郎は起き上がった部屋の中はもう暗くなっていた暖炉の火が勢いよく燃え続けその辺りを赤々と染めていた雄太郎はちらっとそっちへ目をやると 立って行っててドアを開けた。2人の背広の男が立っていた麹町署の者ですがね2人のうち1人が行って黒い手帳を見せた中国からいらしている劉武行さんですねええそうですぎこちないアクセントで雄太郎の武行は答えた 黒の決め手全くなし。中国四川省生まれ朝鮮で育ち戦争に追われて台湾に渡りそれから日本に来た万事は台湾の方に問い合わせてくれ雄太郎の竹行は白を切っていた四川省も朝鮮も幾度も戦火に遭い記録らしいものは一つも残っていなかった台湾には 台北に劉武行33歳という者がいて23年前日本に渡ったことになっている商売は雑貨商だが今の武行がその本物の台湾人であるかどうかの証明はない登録証にある写真はよく今の武行に似ている写真なんてものは作ろうと思えばいくらでも作ることができる問題は指紋だが それは登録書と一致していた。この指紋が神戸の区役所の台帳と一致したので台湾人龍武之を信じたところに問題が起きたパーティーの人の中で5階の龍の部屋から赤黄色な閃光と発砲の音を聞いた者がいたおお5階の私の窓人間の記憶なんてものは 当てにならないものですからね。と、竹行はうそぶいた。そんな武器を、私のフラットの中から探し出しましたか逆に聞き返す竹行だった。調べの警部は頭を振った。その時、青色の服の男が大慌てにアパートを飛び出したそうじゃありませんかそのことは、竹之は新聞で読んでいて知っていた。 外国人の犯罪の捜査は相当うるさく今日も竹之は任意出頭の形で調べられているのであるなるほど竹之の部屋の中をしらみつぶしに探し回ったが武器はおろか犯罪に関係あるらしい怪しいものは何一つ出てこなかったやつはリール釣りの竿を作ってやがったその金属のパイプを中心に使いやがったのさなるほど 卓上旋盤から万力ドリルその他小さな工作器具は一揃いも2揃いも揃っていたリールが傘用のパイプも何本かあった弾丸の大きさからして利用できないこともなかったが全部引き上げて警視庁の科学研究所で調べ上げたがそれは火器として使用した痕跡さえなかったおもちゃのピストル機関銃それだって精巧にできているが 必強おもちゃでしかなく弾丸の発射される装置なんか爪の先ほどもついていなかった事件が起きてからアパートに警官が行くまでにはものの10分くらいしかなかった竹行のアパートを離れる時間はないアパート内を全部探し回ったが凶器はどこからも出なかった青い服を着た男が持って出て行った と一部は考えその男を追ったがその姿はアパートの門を出たきり煙のように消えていたアパートの前は細い指道につながって電車通りがあり向こう側に交番があったし商店も多かったその時刻何十人何百人の人々が歩いていたがその青服の男を誰も見ていない「自動車って手もあるぜ」 だがその自動車の止まっていたのをまだ誰も見た者はいない。タクシーを洗え全東京のタクシーを調べ上げたが、その頃そんな男を乗せた車は一台もなかった。そのはずである。これは竹行自身だったのだから。動機ですか私にあの稲又伝一氏を殺すゆかりなんかは何もないじゃありませんか。 それにアパートの誰もが竹之のためにいい証言をした別に怪しい男でもなさそうですよ聞き込みから帰ってきた刑事が報告していたそのために雄太郎は自分の金を払って電気器具やピアノを安く入れてやっていたのだったからおろした種は今花をつけたのであるカキを使ったのだから それは両銃だろうと当然ガスの反応が体や部屋のどっかにあるはずである彼の服からも部屋の家具からもかすかではあるが火薬のガス反応は検出されただがおもちゃのピストルがあり機関銃があり紙火薬の100巻入れの箱が2つも3つもあったのだからそれはまるで子供のようなもんでしたよ しょっちゅう子供たちとその紙火薬の玉で打ち合っていたんですわ。落合さんも証言したし、アパートの誰彼もそう言った。俺は、そのためにあの腹垂れ小僧たちと面白くもない遊びをしてやったんだ。竹幸はほくそえんでいた。捜査は生き悩んでいた。何としても決め手が出てこないのである。話すか と捜査課長が言ったいかにも残念ですねどう見たって黒なんだかな主任の棚網警部は諦めきれない顔で言ったやつの身元が割れますとねああ中国にも朝鮮にも記録なんてないだろうしな台湾だけが頼りだがそれだって当てにはならない日本語はうまいね ええ。アパートの人たちの話では、京都の大学を出たと言っているんですが、こいつは真っ赤な嘘でしたよ。その点はやっこさんも頭を下げて、嘘言ってすまないとはっきり言っています。習慣なんかはどうだい連れてきてよく注意しましたし、アパートでも見させましたがね。向こうの人間の癖をよく出していますよ。言葉は 品語は話せます。朝鮮語はそれはあんまり上手ではないですね本人に聞くと朝鮮は好かないのでそれで朝鮮語は習わなかったと言ってるんですそれから23日して刑事の一人が妙なことを聞き込んできた例の「品物をひどく安く手に入れて世話した」という件である盗品じゃねえのかい または脱税品だがそれを竹之の買ったというメーカーや小売店で聞くととんでもないことが分かったメーカーや小売店はちっとも値引きして売ったことはないというこいつは臭い叩いてみようじゃないかだが竹行はあっさり兜を脱いだシナンシナンって嫌がられるもんですから。 せめて日本の人たちと仲良くしてもらいたくて頭をかきかきすまなそうに言うのだった聞いてみるとなるほどとうなずける立派な理由でもあったその生活費は宝石を時々売っては作っているというその宝石についても密輸入品でもなければ盗品でもないらしいことが専門家に見せて判明している一の網 二の網と雄太郎は上手にくぐり抜けたそれとなく置いたと見せたステイシュは今になって生きてきたのであるただ自分が台湾人龍武行ではなく脱獄衆猪俣雄太郎と分かった時はちょっとばかり厄介なことになる伝一殺しは動機はあるが物的証拠は爪の先ほどもないから上手に逃げられるとしても この楽しい浮世からまたあの灰色の壁の中に戻るのには耐えられない刑務所には酒もタバコも女も自由もないのだから早いとこ一段落つかせて雄太郎は日本から出たかった刑務所から上手に脱走した雄太郎には壁も城も看守も銃もない 日本の国を出ることぐらいは朝飯前のことだった「おとぼりが冷めるのを待とう忍耐は彼のモットーだった焦っては事をし存じるのである黒と割れるもんか」と鷹をくくっていたが雄太郎は福島の片隅にあの担当永井幹主長の生きていることを忘れていた。 雄太郎は忘れていたが永井幹主長は寝る間も忘れていなかったのである俺は奴を俺の手でもう一度刑務所に叩き込んでみせる2度の脱走事故で首にはならなかったが検討されけんを食い遠くへ飛ばされたことは事実である刑務官として恨み骨髄に達していた 猪俣という名前をどころか「イノという字を何かで見るたび、永井官主長はいまいましかった伊豆の山の中の温泉でおかりば焼きのイノシシの肉を食わされた時だって「せ!と」と心の中で舌打ちしたものだった「神のみに負ける」 あれ猪俣伝一氏が殺されたって伝一ってな、は雄太郎の叔父じ,じゃないか永井監視長は地方新聞の片隅でその小さな記事を見ながら言ったそしてその詳細を調べたくて東京に出てきたのである元刑務官だったから法務省の知人を訪ね警視庁への紹介状をもらったどんな男です 容疑者ったのは棚網警部にって聞く。ご覧になりましたら今日も来てもらっているんですがね警部が先に立って金森と小札の出た調べ室へ長井を案内した「龍さんこんにちは」警部は後ろから声をかけた高価な背広を上手に着こなして椅子にかけていた竹内は。 はい警部さんと振り返って顔色を変えた後ろに続いた永井幹首長を見たからである顔の形は変わっていた永井は黙ってしばらく雄太郎の目を見つめていたがやがてその肩に手を置いてぼっそりと言った俺は今日の日を待っていたんだよ ですが、監視長さん。私は、伝一殺しには関係ありませんぜ。タ太郎ははっきり言った。警視庁でも検察庁でも否認していたように、タ太郎は菅として伝一殺しを認めようとしなかった。妙な事件である。動機は十分あるし、状況証拠だって百もある。が、 肝心の物的証拠は一つも出てこなかったその裁判のある日小菅に一人の男が棚網警部と一緒に裕太郎を訪ねてきた痩せた体のひょろ長い足を引きずって背をくる病ではないかと思われるほど曲げた頭も半白になった60近い人であるとことこと桜の杖をついてその男は裕太郎の前に座った 目がまるで幼児のように無邪気に雄太郎に笑いかけている「羽賀市で面接委員の相川ですよ」その名は雄太郎も知っているだが何で俺に会いに来たのだろうと雄太郎は思う網走にいました長井はね私の甥いなんですよ はい。たろうの背にふと冷たい風が吹き通る。それからしばらく世間話が続いて。長井さんからも警部さんからも、君の今度の事件は詳細に聞きましたよ。それから現場も見せてもらいました。相川宗平氏は静かに言った。はい。君は、 全部否認していられるええ<い>だが雄太郎は何でこの痩せた足を引きずっている保護司さんが今頃こんなことを言いに来たのだろうと思う元牧師さんだったのだから神様に懺悔しなさいなんてことでも言うのだろうと雄太郎は多少部別の眼差しで相川氏を見たそれは。 憲法でも自分の不利益になることは言わなくてもいいと規定されているだがあなたのやり方はあまり上手ではなかったようだね何を言いやがるんでとユータロウは腹の中で毒づいていたてめんちのバカ頭であの謎が解けたらおいらは刑務所で一生逆立ちして暮らしてみせる 祐太郎はせせら笑っていた。ゆう太郎は口紅に微笑を浮かべて相川氏のしゃべるのを聞いている君は元は航空機の技師だったそうですねええ東大を出られたそうでええ僕も古い東大でですよふふン 声もなくゆうたろは鼻にシワを寄せる。それで怪異技術家だから、よく計画された犯罪だった。何回の脱獄にもよく君の頭の良さが出ているようだ。私は何回から聞きましたよ。ありがたいことで。皮肉に言ってゆうたろはちょっと頭を下げる。 あなたは釣り竿をよく作っていた。何のためだろう釣りが好きだったとんでもない。君は一度だって釣り場に行っていない。それがどうだというんです釣り場に行かない釣り師というのはおかしい。だが竿を作るのが好きだったといえばそれまでだが。 君は機械技術家だけあって手先が器用だった竿も作るコツくらいは知っていたようだ本で調べたらしい専門家についていたのではないから勘どころは狂っているが見かけはちょっとした竿だったよほう,うたろうは相川氏の顔を見る私は つくったさおというのを名人さおちゅうにみてもらったほんとうのつりしじゃありませんでと言っていたよそれからきのうしてきみはなんでつりざおづくりなんかやったのかなとわたしはかんがえてみたのさそうしてどんなけつろんがでましたわらいながらゆうたろうはきくそれは 君は電一師殺しに必要な牡蠣を作るにあったんだよ。へえ竹でねえ。とゆうたろうはおかしそうに顔の奥で笑った金属のパイプもあったがそいつは警視庁の科学捜査でそれには使える品物ではないということになったやわくてねえそれで竹のを作った 竹の素人ならそう言うよ。と相川氏はすぐに言った。ね、その竹でも私の部屋から見つかったんですかなかったよ。でしょうな。君の計画書の1ページにこうあった。証拠は全部隠滅すること。 とね。おお、どんな方法で。そのために君は、あそこにはスチームが通っているのに、英国風の壁暖炉を作った。親という表情が、ゆうたろうの顔をかすめる。相川総平氏は、気づかないふうで次を続けた。竹の鉄砲は君の発明じゃない。 日本には古くからあったんだよ。君は竹の節を抜き中を漆で固めたこの漆ってのも釣り作りには必要だからね君の部屋から出てきても疑われない鉄砲はできたが君の射撃の腕前はわからないあの誤解と電一氏の撃たれたところでは相当の距離がある あまり強い火薬だと竹の重心は割れてしまう。当たってあの距離で脳の中にめり込むくらいの威力はあるように君は計算していた。が君の昔の学友や品時代の友達を調べもあったが君の鉄砲、ピストルの腕はゼロらしく思われる。その点だった。私の割り切れなかったのは。 よくも竹の重心と分かったもんだな。と雄太郎は心の中でちょっと舌を巻いた。だがね、君の見回りの品を拝見させてもらって、はんはーんと合点がいった。君の写真機さ、いいレンズがあったよ、2つも3つも。それで君は、 この対戦でよく狙撃兵の使った照準器を組み立てた木でねそれも焼いた多分銃は動かんように銃火を作ってそれに固定した木だからねそれも焼けるその焼け灰でも分析して木の重心照準器銃火と出たんですか そうだったら科学ってものも素晴らしいんだがそこまでは今の世では分かっていないね。木か紙か布かなんて鑑定はできるがその原型までは判別できないねそれを役にちょっと時間がかかる。重心はいいとして木で作った精準器か重火は不格好だったろうし相当大がかりなものだったと思う。 その焼ける時間を稼ぐ必要がそこに生まれてきた。誰か君の窓だったとあの閃光を見て証言する奴がいるかもしれないからね。君の計画書にはこうあった。第一には、その証言は目の錯覚であったと強調する。次に、警察官の到着を遅らせる。 エレベーターに細工して故障としたのがそれだととんでもないことまで探り出しやがったとタロウはヒヤッとしたエレベーターに細工したって何か私の指紋でもあったんでしょうかタロウは聞く相川氏は頭を振ったあれば 君を一足飛びに講師台に送れると田中さんも言っているし、担当刑事も言っているんだよ。だがそれがないから困っているのさ。何でもあの日、青い服を着た男がアパートから飛び出したそうですね。雄太郎は逆に質問した。それそれ、そのことさ。 警察官の中でもその男が証拠を持って行って隠滅してしまったんだと言っている人がいるなんのなんのその男ってのは君自身の変身だったのさほう何のために私がそんな危険を犯さなければならなかったんです雄太郎はちょっとまぶしそうな顔をして宗兵士を見た 犯人はその青服の男だと思わせるためさ。では、その服なんか私のところから出ましたか焼いたね。そのための壁暖炉だったもの。ははは。先生はさっき、灰は分析すると、紙か木か布かわかるとおっしゃった。雄太郎は初めて声を出して笑った。 このかわしにもいっぱいくわせたと思ったからだうん灰ははぶんせきしたがそんなものはでてこなかったないはずさあれはらしゃでもかせんでもなかったからねきみのけいかくしょの1ページにはこうあった「かみでレインコートひざからしたのズボンぼうしをつくりあとでやくこと」とね 私はアパートじゅうを聞いて歩いた新しいレインコートと見えてカサカサと紙のような音がしていましたってね音がするはずさ本物の紙なんだもの火薬のガス反応の検出されることも計算に君は入れていただから子供と一緒になっておもちゃのピストルや機関銃を持ち出してパンパンやっていた 警官の到着するまで風呂に入って手や顔に飛んだガスの微細な兆候を洗い落とした警官が行った時壁暖炉は勢いよく燃えていたそうだね薬莢と撃鉄の部分の金物があったはずだが薬莢はすぐ始末したねこいつがあると一発だからね激鉄の部分は、 その時は道具箱の中にでも転がしておいて後で処分したその前にヤスリで磨いておいて少しばかり形を変えていたかもしれないここまで知っていようとは雄太郎には恐ろしい相手であっただが何の物的証拠があるってんだい全部灰になってしまったではないか雄太郎は負けだと思っていなかった 激鉄はその後すっかり形を変えてよそへ捨ててしまったなるほど先生のご推理は見事なものですだがやっぱり私は天一王子の下は何の関係もありませんよあのアパートに住んだのもいつかの機械を狙っていたには違いないんですが薬莢が水仙のたまりから出てきても私の指紋でもあれば別ですがね それだって、伝一おじを殺した玉の薬莢だってどうして証明できるんです。もしできたとしたって、どうして私が撃ったとわかるんです。相川宗平氏は相手を恐ろしい奴だと思った。稲又くん。さようなら。物的証拠は何もないがね。神様は見通しなんだよ。 神様がねこの次からはその神様を裁判長席にお座らせになるといいですね雄太郎はこう言ってわずかに留院を下げた相川宗平氏は寂しそうな顔をしまたコトコトと杖を鳴らして面接室を出て行った薬莢は出てきたがそれにも細工がされていて あの鉛玉とコンビの薬莢だったと証明できるものは何もなかった物的証拠は何一つなかったが彼は無気を食った証拠が出そろっていたら死刑だったに違いない彼は完全に法に勝ったのであるだが今相川宗平保護士が死んだと知り雄太郎はすまなかったと思った 検察官も裁判官も恐ろしくなかったがあの時の総兵士は恐ろしかったねえその神様は見通しなんだよその神が神の代弁者だった退職牧師相川宗平氏が恐ろしかった俺は 負けた裕太郎は上申書を書いた私は時々裕太郎と会っている「フキ」この物語の副産物として金で「怪人登録証の元本」の思考訂正をやった神戸市役所の公務員が2人刑を送った。